CSM5 関連急に来たー。てかちょっと待って、まだ僕も今ページ開いたばっかでどうなってるか全然わかんないんだけど、ファイズギアっていうワードがトレンドに入ってて、それをタップして、でもう一回タップしたらここに飛んだんだけど、Open your eyes Next Fives じゃなくて Open your eyes for the 20th Fives で、マジで別バージョン出るのか、仮面ライダーファイズ、あーバージョン2って初じゃない。え、これまでバージョン 1.5 っていうボイスなしのアップデート版っていうのはありましたが、あとは丸々エディションみたいな、今回はバージョン2なんだ。え、ギアボックス来る？コンプリートセレクションモディフィケーションファイズギア&ファイズアクセルバージョン2、おう、ほう、アンドブラスターはコンプリートセレクションモディフィケーションファイズギアバージョン2。ファイズギアってことはいろいろセットね、ファイズショットとかファイズポインターとかのセットね、ファイズギア、あ、さらにコンプリートセレクションモディフィケーションファイズドライバーバージョン2、それが、あ、でもこの3つ2023年1月26日リリースで予約開始&情報解禁ってことか。で、20の0の部分がファイになってる。仮面ライダーファイズ20周年記念商品で、おー、僕は20周年記念商品で今年オーガドライバーかサイガドライバーが来るっていう風に予想してて、ただ結構コメント欄で、いや、ファイズドライバーの再販もあるんじゃないですかみたいな、いや、それはないんじゃないかなと思ったけど、普通にあったわ。さらになんかここの画像がめっちゃかっこいいんだけど、ほら、夜ファイズと昼ファイズに切り替わる。え、でも待って、バージョン2って言っても、そもそもバージョン1の時点でもうタックンボイスバンバン入ってたし、客演時のあの昭和 vs 平成とかの客演時のボイスとかも全部入ってましたよね。まあめっちゃ細かいこと言えば、効果音が微妙に劇中と違うんじゃないかとか言われてるところもありましたけど、基本的にはその辺全然気にしてなくて、もし再販があるにしても普通に再販なのかなと思いきや、さすが船船さんは実質再販であってもそういうことはさせないと。でもバージョン2っていうからにはいろいろ仕様が変わるのか。え、僕もうファイズギアもカイザギアも、まあデルタギアだけ唯一満足してないんだけど、構造が明らかにおかしい部分があって、あと音声認識も終わってるし、デルタドライバーに関しては僕はデラックスの方がいいと思ってるんだけど、え、カイザとファイズに関しては、え、ずっともう飾りっぱだし、まあ、むしろカイザーブレイガンとかしまえないし、もうなんかバージョンに別にって感じだけど、あ、でもあれか、大人になったらもう販売終わってましたよっていう人も多いと思うので、そういう人たち向けには非常にいいのか。でもさ、出るからには買っちゃうからお金が、俺にはお金がない、だけどポチることはできるって感じ。あ、てかもう上に思いっきり書いてあるわ、 CSM ファイズギア&ファイズアクセルバージョン2発売決定で。ちょっと改めてバージョン1見よう。ちなみにいつ発売したかっていうと、2000、うん、あ、結構遡るんだ、2016か。てか2016の時点でもうボイスバンバン入ってんだよな。もう7年経ってるから再販してもいいのか。なんかあれだよね、7っていう数字が1個のキーワードでもありますよね。デラックスが発売してから7年後 CSM 化みたいなのがあるっていうのが確か船船さんが前言ってたんで、これがファイズギア3240円、これ今5万円ぐらいするんじゃない、5万円いかなくても4万何がしはするんじゃない。ドライバー、ポインター、ショットのワンセット、そうか、もう7年前か。そりゃ再販してもいいよね。もうこれデラックスから何もかもが変わってるからね。で、新技術でワイヤレス通信だったりとか、新形状でごっそり何もかもが新しくなってて、レッグホルダーなんかもついてますよと。で、一部ダイキャストも使われてて、発光なんかも完璧でしたね。あとはポインターの照射なんかも完璧でしたね。で、音声に関してもアップデートされ、さらにタックンボイスもいい感じに入ってると。昔のタックンじゃなくて昭和 vs 平成の時みたいな、ちょっとドスの効いた重厚感のあるボイスが収録されてましたよね。ディケイドに関してはあえて当時の司っぽく声質変えてあったりとかしてましたけど、まあでも全然それは特に気になるところではありませんでしたが、
あ、このインタビューとかも最高でしたね。あ、これが3万円、うん、でファイズドライバーが 17,280 円。ただ後日発売したこれが2017年ね、ファイズアクセルが、あ、もうアクセルも一緒になるんだったら高くなるわな。まあでもこれは飾りっぱだな僕は。7000円なんで5万円とかなるのかな。なのでファイズギアセットが3万円からまあ4万円ぐらいになるのかな。でアクセファイズアクセルセットが5万円きっちり4万9800円とかそんな感じじゃないかな。ファイズドライバーが1万7000から2万5000とかそれくらいなのかなっていうような感じで。でも新規アイテムは予告ないね。ファイズギアボックスとか、ファイズギアボックスは確かあのタックン半田さん、半田健人さんがボックスもいつか出てほしいですねみたいなこと言ってたんで、あとはブラスターか、ブラスターも出てないので、まああれは出したところでちょっと高くなりそうだし買う人が限られそうなので、もしも出すんだったらファイズエッジの方ですよね。カイザーブレイカンが出せるならファイズエッジも出せるはずだから。ファイズエッジ出てないんだよな CSM って感じで、まさかのファイズギア&ファイズアクセルバージョン2の告知が来ましたので、いや結局買っちゃいそうだけど2023年1月26日待ちましょう。でもあれだね、なんかファイズフォンだけ単体売りとかそういうのはしないんだ。要はいや前のやつはもうセット版で買って気に入ってるからベルトはいらないんだよ、ファイズフォンだけのバージョンアップのやつが欲しいんだよっていう風に思ってもファイズフォンだけは単品売りないんだ。一番安いのが多分ファイズドライバーのベルト単品売りっすよね。なのでこの辺は微妙に入れ替えて考えてもお金かかるかもしれませんが、まあ7年前に発売してるってことで、いや当時中学生で買えなかったよとかいう子がね大学生になってたりとか、いや高校生でバイトしてなくてっていう人が社会人になってたりとかして手が出しやすいタイミングになってるかもしれないので、とりあえず26日の続報を待ちましょう。でもそこで何かファイズ関連の追加の情報来たりするかな。ちなみに仮面ライダー店のファイズブースには、はい、こんな感じでファイズギアボックスが3ライダー分展示されておりましたが、これ欲しいよね。これでもジェラルミンケースだから商品化しようと思うと意外と高額になるのかな。ボックスで例えば2万円とかだとじゃあ誰が買うっていう風になりますもんね。いやでも20周年でまさかのバージョン2が来るとは。ってことでこのティザーリンク貼っておきますので詳細はそちらからご確認ください。以上レオンチャンネルでした。